では、どうですか、船の中と船の外と屋形付近はよくありますか。ちょっと見てみてください。例えば、あまり船に2回、3回しか通ってんと思っても、うん、ある。こちらの寺は善照寺と申します。この寺は場所、松尾芭蕉が奥の細道の途中この寺に泊まったという寺と、この寺には五百画壇というものがございます。塀と、まあ、塀と庭、人様の庭ですけど見えるということで、まあ、船に乗られても歩かれても、まあ、風情があるんじゃないかなということと、これがこの大衆における一つのフィルムコネクションのポイントとして石川県では。皆さん、遠いところどうもご苦労様でした。天気も良くて本当にいい日に恵まれたと思います。で、深田久弥さんですけれど、明治36年にちょうどその辺りになりますけど、中町の通りので紙屋さんと印刷屋さんをされている家で長男として生まれました。実際日本百名山は昭和34年に山の高原という雑誌に連載したのを昭和38年に完結し、で39年に新潮社から単行本と出まして、まあ、福井も絹織物羽蓋で有名ですけど、ここも羽蓋を明治時代から作っていた工場の跡地利用です。実際はこの裏に工場群がたくさんあったんですけれど、今は消失してこれだけ残っております。で7年ほど前にこれを潰すという話がありまして、加賀市が大事な建物だって買い取りまして、5年前に深田久弥山の文化館という形でスタートしました。それでこの事務所の跡、それから石村、この門3点がちょうど久弥山の文化館スタートの頃に文化庁から登録有形文化財にも指定されております。
餅ヶ倉のあこ木戸みたいになったでしょ。あこやっぱり岩登らんと、あこが一番いいとこなんですね、荒島の、うん、だからあの、まあ、白山なんかもそうですけど整備されすぎてというのは確かにあります。で、荒島中也なんで選んだって言ったら、高砂よりもあの歴史もとるんですね。あの奈良時代はわらびお山っていう名前で、あの事実はあの何ですか、文献に載ってますからね。どうしても名前がいいことで、西方ためで、西持ってって、うん、あと確かにあの時前だから3000円もらって乗らん人多いよ。私が乗りたいやつ。